宿儺彦那神社は大阪の薬の町、中央区土庄町にある神社です。谷崎潤一郎の春金賞の舞台にもなっています。宿儺彦那神社のシンボルは張り子の虎ですが、江戸時代にコレラが流行した時に虎の頭骨を砕いて和漢薬を配合したことが由来です。宿儺彦那神社は大国主の命と一緒に国づくりをした宿儺彦那の命と中国の医薬の祖神である神農園庭を祀る神社です。本殿には宿儺彦那の命と神農園庭が祀られています。本殿の横には伊勢神宮の遥拝所があり、天照大神、大国主の狼、恵比寿狼をお祭りしています。本殿の右側には水天宮、金毘羅宮、猿田彦社、雨の渦目社、天満宮の五社明神が祀られています。境内にはいろいろな家庭薬が陳列されています。そして絵馬にはいろいろな祈願が書かれています。